皆さんこんにちは。どういうわけか歌と野菜が大好きな望月美里です。秋といえば木の実の季節です。どんぐり、栗、銀杏、いろいろありますが、今日は土地の実を使った土地餅をご紹介します。それではおいしがうれしが地産地消のすすめスタート。この番組は環境こだわり農業を推進する滋賀県の提供でお送りします。おいしがうれしが地産地消のすすめは、滋賀のより安全で安心なおいしい食材を今が旬に食べてもらおうと紹介する番組です。今回ご紹介するのはとちもちです。まずは道の駅くつき新本陣で開催されている日曜朝市にお邪魔します。たくさんのお客様でにぎわっています。商品もたくさん並んでいますよ。サバの平子に栗おこわ、巻き寿司にお漬物もありますよ。しば漬け、これいただいてもいいですか。いただきます。かわいい。サバ寿司ですよ。これくつきの名物なんですかね。ありがとうございます。見てください、美味しそうですね。酢のあっさりとした味付けがもう上品でとっても絶妙です。いろいろ野菜も売られています。これでどさって売られていると朝市って感じがしますよね。駅長の田子さんです。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。たくさんのお客様でにぎわっていますね。はい、本日もたくさんの お客様にお越しいただいております。いつもこんなににぎわっているんですか。そうですね、県内外から多くのお客さんで毎週にぎわっておりますよ。そうですか。この朝市のいいとこって何なんですか。あのね、やっぱりこうくつきの特産品、農産物がたくさんこう販売されることと、やっぱりこの生産者とのね、触れ合いって言いますか、和気あいあいとお買い物ができるところが人気の秘訣だと思っております。突然ですが、今が旬採れたて一番ランキング、くつき新本陣日曜朝市の旬のランキングをご紹介します。では早速、はい、第5位お米でございます。これはどういったものですか。そうですね、このくつきの豊かな自然で育った非常に美味しい甘みのあるお米でございます。はい、では第4位、ほうれん草です。今が旬のほうれん草でございます。売り場の方にたくさんこう出ておりますので、はい、お客様も非常に喜んで買っていただいております。ベスト3です。第3位、ご飯物でございます。これはどういったものですか。そうですね、おにぎりや炊き込みご飯、赤飯やサバ寿司なんかもね、サバ街道ですので非常にたくさん売れております。じゃあご飯物に続いて第2位、椎茸でございます。原木栽培で椎茸をたくさん栽培されている方がいらっしゃいますので、こちらの方非常に人気商品でございます。では第1位、とちもちです。やはりあのこのくつき地域で土地の実っていうのが昔からたくさんございまして、それを農家が丹精込めて作ったもち米とで、つき込んだお餅がもうこちらの非常に特産品でございます。1位になるだけ美味しいお餅、私食べてみたいんですけども。そうですか、ぜひそしたら試食をしていただこうかなとも思うんですけれども、せっかくこのくつきまで来ていただいたので、今日はあの直接ね、生産者の方に行かれてはどうでしょうかね。はい、行ってきます。はい、ぜひそこでつきたてのお餅を食べてみてください。はい、こんにちは。こんにちは。ということで、とちもちを作っておられる河合さんのお宅を訪ねました。これってもしかして土地の実ですか。はい、これは乾燥したやつを朝漬けたやつですし、これはあれ1週間ほど、5日か6日ほど前に漬けたんです。そう、これが土地の実。まずは水に1週間程度漬けて皮を柔らかくします。その後殻を割り、中の実を取り出します。取り出すのはお母さんの仕事だそうで、御年97歳。さらにもう一度水にさらします。土地の味ってこんなもん、食べてみて。食べれるんですか。うん、食べたら苦い、苦いしかない、匂いも何もない、苦いで
苦いですね。もう苦いだけに。このままでは苦くてとても食べられません。そこでカシやヒノキを焼いた灰につけアク抜きします。そうしてできたのがこれです。あ、後から苦味が、うん、ああ苦味っていうか辛味が、こっちの、あの、うん、先ほどいただいた方が苦い。うん、苦いし、これは灰の味しんどるやろ、灰が、はい、そしてアク抜きした土地の実を共同の作業場に持ち込みお餅にします。もち米と一緒に蒸すこと2時間。美味しそうな色になりました。ようやくお餅つきです。ぺったんぺったん。使うもち米も地元産です。いい香りがしてきました。すごくいい香りがしますね。あ、いやこの香り、こっちもじゃ香りが一番問題なんですか、うん、一番香りがいいとこは売り物や。そうなんです、とちもちの特徴は香りが良いこと。つけばつくほど深みのある香りに。どんな味がするか、優しい味がします。ここで私もお手伝い。300回程度突き上げたとちもちを一つずつ丸め、手作業であんこを入れていきます。難しいです。私がすると底のとこがぐちゃぐちゃです。裏側が引っ張りが足りない。ちょっとねじるような感じで、はい、ちょっとずつつまんでこうしたらいい。頑張ります。お手伝いになったかどうか少し不安でしたが、出来たてを試食。うん、とっても美味しいです。ほろ苦いですね。でもあんことこのほろ苦さがうまくマッチしていて、うん、そうそう、これやめられないです。美味しいです。食べてもらうしかねえわ。あんことマッチ、あんこと、うん、これはまああんこの炊き方とうまいこと、こういう具合につけたら柔らかいし、みんな柔らかい中でよう食べてくれるの。くっつきのとちもち、とっても美味しいですよ。皆さんぜひ食べてください。くっつきの名物とちもちを買うなら、くっつき新本陣の日曜朝市へ。日曜朝市は毎週日曜日と祝日に開催中。高島市阿戸川町内の直売所や浜大津の朝市でも買えますよ。生まれて初めて食べたとちもち、とっても美味しくて秋の味がしました。そうですか、はい、気に入っていただいてよかったです。はい、くっつき新本陣からお知らせです。はい、12月1日日曜日でございますが、8時からお昼の12時まで毎年恒例の朝市感謝祭を開催させていただきます。こちらの方は空くじなしの抽選会などもございますので、ぜひ多くのお客様に来ていただきたいなと思っております。皆さんぜひお越しください。おいしがうれしが地産地消のすすめ、ブログも公開中ですので皆さん覗いてみてくださいね。次回紹介する食材はブロッコリーです。お楽しみに。